東海、東南海、南海地震震源域、この B 領域がドネット2の観測域であるドネット2とは、d e スオー Ocean Floor Network System 4、Earth ウェイ e X&Tsunamis 2の略称で、海洋研究開発機構により構築され、防災科学技術研究所が運用管理する、潮の岬沖から、室戸岬沖の南海トラフで発生すると想定されている。 南海地震の想定震源域の紀伊水道に付設された地震津波観測監視システムの一つで2015年度からの運用開始された。なお、東南海地震の想定震源域にはドネットが整備され2011年から稼働中である。潮の三沖から室戸岬沖の海底には中密活行制度に地震や津波等のリアルタイム観測を行うための 観測機器が設置される予定で、観測データは陸上局から専用回線により、アルタイムで海洋研究開発機構や防災科学技術研究所、気象庁への配信が計画されている。海溝型地震と地震により発生する津波を常時、観測監視するための陸上局とケーブル式の海底地震計や水圧計などにより構成される。 高知県室戸市と徳島県海洋町に設置された陸上局から総延長 350km 程度の基幹ケーブルをループ状に付設した地震津波観測システム。途中7カ所の拡張用分岐装置に30カ所程度の観測点を設置する。通信用海底ケーブル技術を用いた高信頼性能を持つ両端陸上げの基幹ケーブルシステム。 海底における化学観測を実施するために必要な機能が集約された濃度。最新鋭のセンサー群から構成される交換可能な観測装置。共振経、抗体域地神経、水晶水圧計、微酸圧計、ハイドロフォン、精密温度計が設置され、地殻変動のようなゆっくりした動きから大きな地震動まであらゆるタイプの海底の動きを確実に捉える。 水深1500メートルよりも浅い海域では、底引き網から観測機器を守るため海底下1メートル程度に埋設される。地震によって発生する振動及び津波の発生を震源に近い場所で捉え、陸上観測点より十数秒早く検知し被害を最小限に抑えるための警報を発する。想定震源域で発生する陸上では捉えられない微小な地震を 他点同時、リアルタイムで観測し地震発生メカニズムを解明する。地震、津波観測監視システム、ドネットの遺憾について、防災科学技術研究所2016年4月1日、日本海溝海底地震津波観測網の構築期間について、ありがとうございます。